ちなみに国語をやるんですこんにちは。今日はアイロンも何もしてない、クシしかとしてない。ちなみに今日は国語やるんです偉くないですか。めっちゃ揺れるよ。待って、なんで。変わらんかった。アイロンもしてなければ前髪巻いてないから直毛ちなみに今日の服はこんな感じ。よいしょ。波風さんギフトありがとうございます。期末試験ですか、なんか試験っていうかなんかテスト。今日はなちゃんと集中できるように髪の毛をこのさこうやってやるやつと、待って、変なのと、なんとなくメガネ持ってきたけど、メガネなんかあんま似合わんからつけへんと思う。つけてほしいよ、お願いしますっていう人がおったらつけるけど、そうじゃなかったらつけません。なんかさ学校でな、ペンギン先生がメガネかけてるんですけどどちらかというと黒っぽいやつなんで、で国語の時だけつけるから黒い方つけていってる毛量多い。そうやねん、だいぶ多いねん。これでもめっちゃ空いてもらってる。え、だからさすごいなんかレイヤーめっちゃ入れてるから、え、めっちゃ降りてくんの。すごいよね。ゆきのちゃんの生誕祭どうでしたか。めっちゃ楽しかった。めっちゃさ可愛すぎん、ゆきのちゃん終始おめでとうおめでとうって言ってた。可愛すぎてそう、可愛かったなんかずっとスピーチのさ練習をうろ後ろでしてさ、可愛いと思って。あんなに可愛い生き物はいるんですねと思いました。そう、もうさまだテスト1週間以上前ないけどさ、2週間くらい前ないけどさ数学だけもう提出したね。早ない？すごいやろ。待って、目なくうっす、いやノーメイクです。でも今日松パイ行ったね。映ってないな映ってないな何も待って、目こんな薄かったら覇気ないもんな。これが一番暗い。あ、これでいいや。うちが顔がもうまずいかな。いや、そう、マスパに行ってきました。大人っぽくなった。多分ノーメイクやからなと思うねだってそこしか変わってないもん。でも服もかもしれん、服今日ジーパンやから。でなんかもう何にもしてないから外羽になってるから、それもかもしれん。ペンギンさん来てよ、来てほしい。待って、ペンギン先生来てほしい。ペンギン先生来てほしい。待って、思い出した、あれや、写ペンじゃない写真入れ替えなないんやった。え、全然なかったさ。え、学校でさどうしたんってくれなかったさ、全部びっくりしたよ。福間さん先生とな、お揃いやねんと思ったらな、ペンギン先生もなボールペン変えてな、新しく。だからさええよ、お揃いやねん。え、多分お揃いやねん、多分な、多分やで。めっちゃ嬉しい。写真は H、 H ちゃう、 F を使ってましたって。やば、どういう色なんやろ。色？色じゃないな、濃さ、濃度。待って、ぶちまけたね、最低ぶちまけた。これってさどう入れるのが正解。クマさんに聞いたらいいな
こうやってさ外すんかな。そういうあれでもない、他でもないやろ。びっくりした、他でもないやろ。ここでいいや。今日も勉強なんです。ぶちまけた、もう最低、ひどいよみんな。なんてことをするんですか。ちょっと待って、順調。なんかさ過度な心配性やからさ、写真いっぱい入ってないとめっちゃ不安やねん。わかる？なんかなくなったってなったらさめっちゃ焦るからさ、もうそんないらんやろっていうくらい入れとかな、めっちゃ心配なんねん。そろそろいいかなって思ったけど、もうちょっと入れとく。もういいやろって思ったけど、もうちょっと入れとく。写真ない、買いに行こう。あ、もう終わりみたい。痛い。小学校はシャーペン禁止という謎のルールありました。あるよな、あれ。なんでなんやろな。なんかさ、私がなんかの時に聞いたことあるのは、写真がこのコンセントとかにプスって刺さったら感電するとかいうのを聞いたことあるし、普通になんか理由があるって聞いた。どっかで聞いたことある。見て、みひなちゃんにもらったやつ使ってるけど少なくなってきたから入れ替える。入れ替えるじゃない、入れ足す追加する。めっちゃ入れんで。買ってこよう今日。オッケー、いけた。よし。でも熊さん先生と同じシャーペンが嬉しいからこのチンツかな。水曜申し込むでね、もうテスト1週間前入ってるんですよ。その日よし、写真が空になりました。あ、ゴミ箱あっちや。ここに置いとく。国語をやります。鼻かゆい、待って。あ、友達にさ、友達が昨日帰るときに国語スイッチっていうのをやってるんですけど、国語スイッチの答え持ってる人ってだいぶ困ってたから、いいよって貸したね。今日やるやん。やる予定なん忘れてた。でしかもさ、学校のさ、机でさ班長会議してたね昨日。またなんか1回目ちょっと中途半端っていうか、なんかそんなにいい席決まれへんかったから、全体的に。だからなんかちょっともうちょっと考えようぜみたいな感じやって、で昨日考えたところ、全然関係ない子がサッカー部かなんかやって、めっちゃ水筒のお茶をぶちまけて、お茶か水か分からんけどぶちまけて私の机になんか置いててパチャーっていって、でなんかもう机全体と下に滴るくらいこぼれて、で中に私もめっちゃ意外と真面目ちゃんなので、いろいろ入れてたわけですね。これとノートと文法と国語とやつと地理と理科入れてて、でなんかびしょびしょになって、でもなんか漢字のやつは私めっちゃなんかやるの早くて全部終わってて、だから全然いいよって感じやって、で地理と理科は上の方やったから助かってて、文法だけ慣れてたけど、まあペニー先生やしいいかっつって、いけるいけるっつってなっていうのがあった。
これでな、なんか数学とかの定規いる系のやつやったらちょっとってなるけど、まあいいやーってなった。おめえありがとう。600、あー来てくれましたね。よし、ちゃんとする。ペンギン、ペンギン来てよ、ペンギン来て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 ほしい。昨日クマさんの夢見た。ペンギンじゃないかって感じだけどあのクマさんの夢見たよ。クマさんがね、昨日はなんか友達と川に行ってる夢やって、めっちゃ近づく近づけてんだけど、そう、なんかめっちゃさ、友達おって夢で、なんかめっちゃちょっと汚れた川のとかおって、でそれ登っていったら学校あって、学校でクマさんおったっていう夢見た。ペンギンって誰？ペンギンっていう先生がいるんですよ。あのペンギンっていう名前の先生なんですけど、その人がね、ちょっとなんか仲のいい感じでして、仲のいいっていうか、まあいい先生でして、そう、ショールーム来てほしいなーっていうあれです。川にクマさんおるからねそういうことなんかななんかクラスにおってん。おもろかった、クマさん。その前日さ、クマさん先生がさ、待って、今日の顔すごいな、なんか顔すごい今日。その前日にクマさんがあれなんです、なんかあの帰る時に見送ってくれてね、優しいね。だからそう、印象に残ってたかもしれん。なんか顔変、今日みか、いいやな、みひやろ。ペンギン先生、ペンギン先生は中国人日本人、もう全然ずーっと日本人です。バリバリの日本人です。海外行ったことあんのかな、どうやろう。なんか海外行ったことないです、飛行機乗ったことありませんって顔してるいじってるわけじゃないでなんか出たことなさそう顔してる。ちゃんと書く、痛い、なんか恐怖症多い。抜け落ちた。いいか。え、サイズ合ってるやんな。合ってない？もしかして。もしかして、もしかして。合ってないとかある？これもしかして。そんなわけないよね。そんなわけないよね。信じよう。あ、いけたいけた。いけるやん、なんやねん、いけるやん。なあペンギン先生来てよ。無理、クマさん先生見てませんように。クマさん先生はあのショールームをまずやってなくて、やってなくてっていうか見てなくて、ツイッターも見てないんですよ。でだからたまにペンギン先生が、あの今日これ携帯ですよね、あの今日倉島さくらがこういうのあげてますみたいな、おたまに言ってるらしい。あ、なんかそういえばペンギンくんが言ってたなみたいな。そうあ、そう、ペンギン先生は北極の人やな。そうです、勉強してますよ、もちろん。今トラって書きました。あ、ちゃう、トラ
トラじゃなかった。トラじゃなかった。何もありませんでした。じゃあ通知なったかと思って、なってなかったわ。ちなみに今日はペンギン先生、あの学校で多分働いてると思う。偉いね、真面目だね。あだてちゃんさんギフトありがとうございます。偉いね、賢いね、いい子だいい子。先生が先生に黒島さんのことを報告してるってこと。そうですね。え、ちょっと待ってね。ちょっと待ってな、真剣に解いてみます。応援してくれたらいいね。そうだね、応援してくれたら嬉しいな。ペンギンさん、ペンギンさん嬉しいな。でもペンギン先生な、あれやね、地味にさ、あれ地味に土取ってるねん、ショールームので。ツイッターとかを見てるからわかると思うんですけど、ペンギン先生、ペンギン先生暇でしょ、どうせ、どうせ暇なんでしょ、知ってるよ私は、暇でしょ、あなた暇なんでしょ、来なさい、早く来なさい、ペンちゃん、ペンちゃん来てよ、ペンちゃん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 、マサハルさんギフトありがとうございます。もうペンギペンギペンギ、マサハルさんギフトありがとうございます。ペンギン先生、ペンギン先生、ペンギン先生、公園で先輩と仲良くなった。あのなんか公演終わりにあの掃除しようと思ったら、もう先輩7期生さんたちが掃除してくれてて、あとまこちと、だからやばいと思って走って、あのほうき取りに行ったら、ジオンさんが携帯落としちゃって、ウィーンってなってたから、ちょうどそっちの方履きに行こうと思ってたからたついでに取って渡したら、なんかかわいいって言ってくれた。以上。私さ気づいてんけどさ、あの給食食べるときに友達と並んでて、ならさ「あー」って永遠に言っててん、なんかなんとなく、なんかぼーっとしてぼーっとしたかったから
あーってずっと言ってて、そんならさ、自分なんか長ないと思って長いかもしれへん、ね、長いよなこわっ集中力ゼロか、長いんやって、集中力意外とあるんですよ、あるけどショールームとかするからこうなるんです。でもやりたいの。じゃあね、ペンギン先生が来てくれたらもうめちゃめちゃ真面目にやるから来てください。来ててもさ、どうせ黙ってあるでしょ、見過ごしてるでしょ。最低最低。最近くまさん先生忙しかったんですけど、ようやく落ち着いたみたいで、なんか相談乗ってくれた優しいねくまさん先生めっちゃ優しいんですよ。あ、ペンギン先生が優しくないとか言いたいわけじゃないんですけど、あのペンギン先生が優しくないとか言いたいわけじゃないんですけど、くまさん先生とっても優しいんです。あ、決して優しくないとか言いたいわけではないんですよ、言いたいわけ、うん、ではないんですよないんですよ、そんなことないんです。そんなね、ひどいことでしょう。ペンギン泣いた。何？そんな、そんなことないで。優しい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 。だってさ、あれやもん、なんかさ、チョーク落ちてきた時あったやん、覚えてるかな、あの学校でさ、体育大会前にさ、なんか練習の時にあの座ってたら上からチョーク降ってきてでそれを誰かが故意的に投げたのかたまたまなのかっていう時にめっちゃあの真摯に取り組んでいただいて優しいですよきっと。やっぱりこれサイズ合ってないんかな、合ってないな、絶対、あ、絶対合ってない。うん、全然出へんやん、どうした。よし、変えよう。これ何ミリなんやろ、みひなちゃんのやつで書きます。何ミリやろ、なんか分からんけど、まあ後で入れ替えよう。これお気に入りなんです。なんで、なんでなんでなんで、低ない。0.5 または 0.7 と、あー、ありそうやな。そんな気するわ。わかったわかったって言われてる。ひどいひどい。
かんやんあかんやん、あかんやん。待って、これさ止まったらめっちゃ静かになるな。びっくりする。今来たけど何の音や。確かに分からんな。うなってるだけです。もう疲れた。1ページしかやってない。こんにちは。めっちゃ急に静かになるやろ。じゃあね、こうなるからうなってるんです。どっちのがいいん。でもうなってるとこペンギン先生に見られたらちょっと嫌かも。みたい。めっちゃ本読みたい今。こんにちは。坂田の配信も始まった。そうなん。おすすめの本あるよ。マジ聞きたい。普通にいやん。口落ちた。コメントしてください。え、ちなみにさ、後で本買いに行こうと思ってるの。お姉ちゃんがな、めっちゃな、いっぱい本持ってるからさ、貸してくれんねんけど、普通に読みたい本がたくさんあるんです。あ、アイドル資格って本、それも買おうと思って。明日じゃない、今から。そう、それも買おうと思ってん、思ってん。で、買うと同時に小説も書いたいなと思って。でも今くまさん先生に貸してもらってる本があるんですよ。でもあんまり長くずっとさ、貸してもらってたらさ、なんかちょっと気が引けるので、同じの買おうと思って。何のために貸してもらってんってなるけど。まあまあまあ。ペンギン図鑑って本あるで。いいや、ペンギン図鑑あげようから。ペンギン先生にどうぞって言って、自分の肩もっと知ってねって言うあげようかな。おもろい。いいやん、ペンギン先生どうぞって。そういえばあやぴょんたちさ、ちなみご読めてなかった。この前見せたページを今やってんだけど。
よし、こんにちは。こんにちは。いろんな色のこの色のペンギンいるって知れる。皇帝ペンギンでかいで、そうよね。本ちょうだいって。言う勇気がないんです。なんか本とかってさ、読んだらあかんのかな、配信中に。あかんよな、そら。うちの可愛いおばあさんが さっきは無理やろ。おばあちゃん、かわいいやろ、かわいいやろって見てないか。俺ペンギン先生見てたらどうしよう、やだ。いいんや、読みたい普通に本。あのえ、でもさ、題名とか言ったらあかんのかな、本の表紙。声に出したらそら、そら絶対あかんけどさ、本の名前はいいかな。来てほしいの、来ないでほしいの。え、来てほしいです、ペンギン先生。今すぐ来てください。教えてって、ちゃんとコメントで教えて。来て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 、結果これなんで。ね、来てほしいよ。早く来てよ。どうせ暇なんでしょ、知ってるよ。どうせ暇なんでしょ、分かってるんだから分かってるんだから、どうせ暇なんでしょ、早く来なさい。もう来てよ、もう。よいしょ。今日さ、メイクもしてなければコテも使ってないからさ、寒っ。ほらさ、もうすごくなんかね、薄い顔が。ああ、エアコンのリモコンどっか行ったと思ったらあった。寒い寒い。よし、家いいぬしかおらんの。うん、おばあちゃんとお母さんのお姉ちゃんとお母さんのお姉ちゃんの娘さんがいます。あyou
生来てほしいな。ペンギン先生来てくれたら一瞬でできるのにな。初めて見た人びっくりしてんで。確かにそれはそう、ちょっとびっくりする。どうしたんとなる。花が咲くやって。私の名前やん。早く来ないね。来ないの、来ないの、来ないの。ペンギンさんダメだね、ダメだね。おう、おう、はじめまして。はじめまして。どうもこんにちは。はじめまして。え、なペンギン先生さ、早く来てくれない？早く来てくれないかしら。もう黒島ちゃんは待ち遠しくて待ち遠しくて、もうもうもうって感じ。配信にコメントしに来てくれたことあるん？なんかあるらしいけど見つけてないから来てほしいなって。ここかね。こんにちは、こんにちは。もう今日はペンギン先生来てくれへんから、もうなんかこんなテンションです。あ、無音になると寂しいからずっと唸ってて。そうなるやろ、そう思ってん。だから言ってただを。呼んできたことないかな。確かに来てないな。ほんまや。
たことないわ。確かに来てよ、国語やってるんやで。ほらペンギン先生の教会で来て来て来て、ペンギン先生が教えれるようにちゃんと国語にしてるんやから。疲れた。なんで、なんで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 なの。こんにちは、黒島さくらと申します。半地域研究生、中学1年生、最年少のさくちゃんこと黒島さくらです。ちなみに今何をしているかというと、国語の勉強をしているんですけれども、ペンギン先生とか名乗るあのペンギンっていう先生がいましてですね、本名ではないです、ペンギンとかいう先生がいまして、その人に来てほしいと訴えておるんですが、なかなか来てくれずやる気が出ないということで、勉強がはかどっていない黒島さくらです。よろしくお願いします。あーめっちゃ叫びたい時ない？急にあるでしょ。ああ、ふい。少し見ない間に疲れ切ってる。確かに。メイクもせんと、髪の毛もアイロン通さんと、壁殴らないだけマシか。壁殴っても痛いだけやん。見て、お山、黒の山、あ、黒島や。ハハハハハハ、ソルさんギフトありがとうじゃん。笑ってる、おもろ。怖ないこの角度、あやぴょんとずっとこれやってる、あったらこれって感じ。ねえ、来て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 よ、来てよ、来てよ、来てよ。なんかめっちゃ気分じゃないの、国語の気分じゃないの、国語の気分じゃないの。やだ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 。もう何もないです、皆さん安心してください。はい、
おめでとう。何笑ってるやん。熊田さん今日も大きいですね。そうですね、今日も大きいです。何がおもろいや。ちょっと待って、本読みたい、本読みたい。勉強するわ、勉強するわ。じゃあちょっと待って、何がおもろいや。よしよしよし、勉強する勉強する。よし、なんかさ本読みたいねんけどさ、題名を言っていいんでしょうか。なんかな、今読んでるそのくまさん先生に教えてもらった本がとても何共感もうボサボサ、もうアイロンしてないからないけど、アイロンする、アイロンしてみる。それかいっそ前髪上げるっていうのもあり。でも上げてしまったらノーメイクやからなんか変、なんかさメイクしてないから顔すえ、マスクしてたらマシやねん。ここマスクしてたらさ、なんかショーね、変やん、ショールームやったら。みんな勉強しいっていう。あ、見て髪の毛抜けた、売ろうかな。髪の毛、黒島さくらの髪の毛です。あ、地味に映ってる、すごい。よし、日本と台湾のハーフ、へえー、すごい。興味ないんかって感じだけど。あ、別の可愛いおばさん。ああちゃんとやるわ。よし、比喩と地方反復を追加。待って、思い出した。え、あのさ、あのさ、あのさ、ペンギン先生おる、ペンギン先生おる、あの聞いてほしいけど、聞いてほしいけどさ、あの授業中にね、私のクラスは何回も言うんですけど、あのとってもペンギン先生の授業が好きで、毎日6時間ペンギン先生の授業でええわっていうくらいのあれなんですけど、クラスなんですけど、本当に好きでペンギン先生のことが。で、私がですね、もう超真面目ちゃんなので、あのちゃんと実習ノートを取ってるんですね。あのチラッと見せるとこんな感じ。あ、こんな感じ、あまり見せたら、見せていいページ見せるわ。何事もなかったちゃんと勉強してるページ。あ、ほら、なんかね、めっちゃ字汚いねんけど、待って、ここじゃないな、ほら、なんかな、こういう感じで、ちゃんと勉強してるんです。誰が真面目ちゃん真面目やし、真面目やし、黒島ちゃん真面目やもん。国語以外真面目、国語以外真面目。だってさ、めちゃめちゃさ、あの授業ノート、うん、見てほしい。数学めっちゃやってんで、数学は国語との差よ、びっくりするわ。数学めっちゃやってんで、超絶真面目。ちゃんと見て、図形とかめっちゃ書いてるから。しかもこれ自習のノートや、意外と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 、
ちゃんとやってるんですよ。真面目なんです。真面目なんですよ。真面目だと思う。痛い。もう痛い。あ、ここだけですよ。こう興味ないやん、伊達ちゃん。もういいや。どうせ私のことが好きなんでしょ。知ってる知ってる。なんか今日テンションやばいな。ですね、あの私が国語の授業でメモっていることといえば、あれです、もうペンギン先生を、ペンギン先生の面白いことを書いています。もうなんかもうすごいペンギン先生のあれで埋まってるもん、ページが。ペンギン先生かっこいいって書いてる、でかく。ペン、あの比喩とか表現技法のとこで比喩やったらなんかいろいろあって、直喩法やったら本名は、本名を言えてて、はまるでペンギンのようだみたいな、で隠喩やったら何々はペンギンだみたいな、あの何々ってこう名前本名入ってるな、で擬人法やったらだってどれがどれか分からんけど、なんかいろいろあって、ペンギンだったんだ丸々はみたいな、ペンギンがどしどし歩く、ペンギンは丸々のようだ、白いペンギン、ペンギンイケメン、ペンギンがどしどし歩く、ペンギンのお腹はプリプリだ、かっこいい、かっこいい、はてな、ペンギン先生は太ってる、ペンギン先生はペンギンは太っ腹、ペンギンがゴーゴー怒る、ペンギンがゴーゴー怒る。黒島さん美人、おー急に褒めるやん、ありがとう。ペンギンいけ例えて勉強するのいいやろ、頭に入りやすい、いいやいいや。ペンギンイケメン、ペンギンイケメン、ペンギンは大切な存在、めっちゃ褒めるやん。その後ペンギンはてんてんてん、横に長いペンギン、縦に長いクマ、凶悪なペンギン、ペンギン浮いてる、ペンギンな丸々いやめっちゃ書いてんねんけど、あれ授業中にダイエットサプリから電話かかってきたみたいなやつ、ペンギン先生がめっちゃおもろい、たとえ全部ペンギン、おもろ、じわじわくる。これな、ノートにメモしてるだけやったらそんなにおもろくないねんけど、おったらめっちゃおもろいねん。え、おもろすぎてさ、授業中、え、しかもめっちゃいじってくんの、なんだよそれは、いじってほしいってことやろ。ペンギン前髪触りがち、ペンギン先生私のツイッター見てる。ペンギン先生の髪だけ元気、意外とペンギン先生強い、ペンギン退場、ペンギンの卵、ペンギン優しい格好派手な、ペンギンの赤ちゃん、ペンギンはボール、ペンギンの家ダンボールペンギンいつでも部屋で一人、落ち着け黒島って言われた。え、聞いて、あ、カフさんゲストありがとうございます。聞いて聞いて、あのさ、ガラパゴスペンギン書いたわ、なんか社会の授業で、授業じゃない課題で授業中にさ、序盤から
あの肉みが飛ばしすぎて、あのベニー先生おもろいこと言いすぎて、あの私がさ爆笑してたらさ、黒落ち着け黒島って言われた。ひどくね、ひどくね、笑ってただけなんですが。心霊スポット100人で行ったら怖くない。ペンギンといえば脂肪、お腹の。可愛いね、な可愛いからよくない。だってさ、え、名指しひどくない？ひどいやろ、ひどいやんな。落ち着け、落ち着け黒島って、落ち着けまではさ、まあ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 って言ってんのわかんねんけどさ、名指しはひどくない？ひどいやひどい、ひどい。巨体って書いてんねんけど、ひらがなで巨体って書いてんねんけど、なぜ、なんでこれ書いたんやろ。でも嬉しかったんでしょ。そらそう、ペニー先生おもろいから。ペニー先生はおもろい、おもろいよ。あ、ペニー先生かっこいい。黒島さくらを中国語の発音、ヘイダをシャオシャンやってさ、ヘイダをシャオシャン、ヘイダをシャオシャン、メモしとこう、国語のノートに。国語のノートにメモしとこう。あれ、ヘイダをしゃあ、しゃあ、そうなんや、すごーい。ドリアンおじちゃんになってる。ドリアン中年からなんか変わっ、いろいろ変わってドリアンおじさん、おじちゃんさんになってる。変わっていったんや。ペニー先生に絵描いてあげた？絵描いてあげた？描いたっけ？え、どういうこと？ペニー先生、先生に絵描いてあげた？まあまあまあ、まあ、いつもペニー先生描いてあげてるから、国語のノートに。文字にすると、ヘイ、ラオ、シャオシャン？かわいい子見つけた。前から知ってるやん、君。お話し会も来てくれてたやん。今さらね、あれでしょ。ペニー先生、ペニー先生おる？ペニー先生おる？今いますか？間に合ってきてんけど。並んでたじゃないですか、 T シャツ着て。ねえ、間に合うじゃないんですよ。もうペンギン先生、もうペンギン先生おるの？何が言いたいんや、私は。ちゃんと勉強するわ。います。ほんまに？ほんまにおる？ひろしくんやって。ひろしくんさん、こんにちは。ひろしくんさんがさ、言っててもさ、ペンギン先生本人がさ、おるっていうのわからん。へへへ、タイティの方々見つけました。いっぱい来てくれてたよね。2日目じゃない、公演のさ2回目も来てくれてた気する。もうすごいここに固まっててさ、前列のびっくりーん。ペンギン、ペンギンさん、ペンギンさん、ペンギンさん、ペンギン先生、ペンギン先生、ペンギン先生、ペンギン。
ンギン先生、ペンギン先生、ペンギン先生、ペンギン先生。その人たちに囲まれてた席でした。へえ。っていうことは見てるかも。しやん。さくちゃんの公園来てください。ノーメイクのさ、コテ通してないとこをさ、ペンギン先生来てとか言っといてやれないけどさ、見られたくないかも。あの国語のワークのさ、上でさ、悪かった、僕が悪かったんだった、僕が悪かったんだって書いてんだけどさ、悪かったんだペンギンがって書いたらさ、怒るかなペンギン先生怒るかな。今日は日本の三重に住んでいます。今日は、今は、今日はって見えた今はいいね、三重行きたい。三重でも行ったな、なんか下暴れてる悪かったんだペンギンがって書いて、書きたいんだけど、悪かったんだペンギンがって。もう間違えたやん、そんなこと言ってるから日替わりで引っ越してたらすごい。ヒカルんちに泊まりに行こう。いいね、お母さんにいつもヒカルがお世話になっておりますって、いつもうちのヒカルがお世話になっております、言いに行こうかな誰やねんって感じやけど雪乃ちゃんの生誕楽しかった。悪かったんだペンギンが はい、何の受話器、受話器じゃない、何やったっけ、ん、どうしたの、ちょっと待っててね。はい、どうしたの、うん、水筒忘れて帰ったからな、申し訳ないおばあさん、おばうちのおばあさまが、おばあさまがちょっと待っててな、50分までに戻ってくる。え、3分やったら無言いけるやんな、無言、無言いけるやんな。あ、待って、50分やったらあと1分やん、待って、急ぎます。